私は今日初めて一つのことを気づいたね、福音の、復活の日にも、そして8日後にも、鍵がかけられていた。だからあまり弟子たちの外側の状態あまり変わらなかった。イエス・キリストに出会っても、イエス・キリストの霊を いただいていても、まだ怖い。まだ閉じこもっていた。まだ自分たちだけで。で、イエス・キリストは彼らを使わせたよ。でしょ？にもかかわらず、彼らはそちらに残った。今度、トマス。トマスはその夜にいなかった。ディディモ、ね、トマも、その名前もアラマイ語でね、アラマイ語で、やっぱり双子という意味ですね。それは非常に大切。乗っているから。ね、双子は特別な関係がありますね。敏感もあります。特別。でしょ？双子は2000、3000、1万キロ離れていても、なんとか感じる。でしょ？兄弟のこと。同じ、袋に、いたんですね。だから、で、イメージとして彼がクリストとの特別な関係を持っていた人。だから、いろんな、解釈があるんですけど、おそらく彼が、マダの聖マリアと同じように、どうしてもあの人が亡くなってどこにおられるとかね、墓とか、もう落ち着かれなかった。彼が、その自分の恐怖を超えて彼を探しに出た、その死体。双子ですからね。キリストの双子のイメージ。キリストとのこのような親しみ。でも、彼が肉を通ってその親しみを探します。彼が習ったこと。3年間キリストと共におったから、キリストと共に食べたり、キリストと共に話したり、キリストの、眼差しで満たされたりすると、だから、意外は彼の考えにはなかったね。わかるためには。新しい存在。だから、私が十字架に貼り付けられた、私の双子であるキリストを、の空気、その印、彼である、彼こそである。幽霊とか他の人とか、それ私はどうでも、彼だけ私が必要です。彼だけ見たいという意味ですよ。彼だけ見たい。だから彼を分かるためには、彼の傷を見なければならない。彼の傷の中に私の指、私の肉を入れなければならない。私の肉の肉であるということを確かめたい。でも両方、10人とトマスは、同じ状態におった。2つのグループというか、トマスと、10人の弟子が、イエス・キリストとのもっと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 深い関係が必要でした。トマスは自分の道を取らなければならなかった。10人もそうです。10人もイエス・キリストを見ても、イエス・キリストを見ても、イエス・キリストが彼らと一緒に食事していても、まだ怖い。まだ自分の中に。だから、キリストの最後の、今日の福音のキリストの最後の言葉は、トマスだけに言われた言葉ではない。みんなに。つまり、見えない。これはギリシア語でちょっと違うね。高松の神学にも来られた、有名な研究者、ね、ヨハネの研究者、そして、まあ、いろんな、みんな同じことを言ってます。まずキリストが誰をも叱らなかった。司会の言葉ではない。この見えないことはありえないんです。どうして？すべての福音には見るのは大切です。見る。そしてあなた方を見ることによって信じるだろう。だから見るのは大切。どういう意味ですか？どういう意味ですか？ちょうど、私、キリスト、このナザレに生まれた、この肉ではなく、別の形で現れる私を見て、
信じ始める。信じるものになりなさいという言葉はものすごく大切。これは全て弓道機関のイメージがあります。つまり、本当の訳をしたら、これから見て、印を見て、信じるために歩みなさいという意味です。これですよ。本当の言葉。だから、みんなに言われた。トマスだけに言われたわけなく、みんな、他の10人も、出て、自分を出て、私の言葉に支えられて生きなさい。聖霊を与えますから。もちろん、トマスは聖霊をもらわなかったでしょ。いなかったから、肉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 ばっかり。けど、弟子たちも聖霊を受けてにもかかわらず、まだ、私たちもそうです。だから、私はすごく本当に喜んでいます。この10人の中には、この11人の中には、みんな、のタイプ。私たちの全てのタイプがあります。ものすごく、例えば私と同じように私の歴史があってでしょ。だから肉、肉、肉大切。どうして？肉のお母さんが私を捨てたので、私がその肉を、いつもその誘惑があります。でしょ？肉というと、やっぱり愛されている。具体的に愛されている。なんかね、大事にされている。私がね、他の人がものすごく、なんか、恥ずかしいがありなどとか、けど別の形で、まだまだ閉じこもっています。まだまだ自分を見ること。これです。決心は何ですか？自分を出ること。自分を出ること。自分を出ることの第一歩は何ですか？愛することではないよ。第一歩は、自分が罪人だから、私、このいつも言われる人がすごく肉に縛られているものです。すごく自分のプライドにこのような謙遜が危ないです。キリスト者は違います。セイパウロと同じように私が弱い。私は何もできないけどその弱さに誇る。どうしてこの弱さの中にはキリストが働く。これキリストの復活のイメージの意味です。私の死んでいる体。つまり何もできない体。死んでいる体。愛することはできない。相手を大事にすることはできない。時間を失うことはできない。もう頼まれたことはしたくない。お金に縛られている。などなど、私、キリストに愛された。そしてキリストはそのまま私を愛し、その弱さは死ぬまで残る。けど、その弱さには一歩一歩、神様がキリストによってその霊を送り。これ、共同体はこういうものたちで作られています。で、私たちは少しずつ、その第一歩をしようとする。自分を見ないで、キリストをじっと見る。私を目指す。私を目される。私を呼ぶ、キリスト。自分がもう何もできない。もう諦めましょう。キリスト。キリストが何でもできる。キリストが私の中に何でも行う。キリスト、兄弟たちよ。キリストがその奥さんの中に働く。その奥さんの中に愛を出させる。その主人に働く。その青年に働く。キリスト。私はもう、信じなさい。信じるものになりなさい。歩みなさい。教会の中に歩みなさい。信じるというのは、理性のことではない。感情のことでもない。ああ、信じてます。何を信じてますか？信じるのはただ一つのこと。自分の弱さを背負って、自分がもう本当に、そんなものです。こんなものです。私は、ちっぽけなものです。優れているものではない。司祭であっても、司教であっても、何でもな、社長であっても、すごく学校で上手であっても、私は、あんまり愛の面で、小さなもの、ゼロである。けど、キリストが私のすべてです。で、トマスは、聖書の中、全体の中には、一番素晴らしい信仰の告白をする。面白い。触ってから、わあ、ひざまずいて、だからキリストに敷かれていない。けど、その傷は、キリストの傷のではなく、
クリスト、具体的なクリストではなく、私たちの教会の中に、教皇フランシスコ何回も言いますね。そのイエス・キリストの傷は、そばにいる、もちろん貧しい人、あるいは奥さんの悪い性格、主人の悪い性格、悪い態度、子供たちの危機、恋人の冷たさ、相手のうるささ、相手その傷。そして、聖トマスと同じように、手を入れることはできます。そして、自分をそちらに入ろうとする。はい、キリストに出会う。私の主、私の神。主人の前にこれを言えるのが、大人の信仰です。そのために歩みます。自分を出る。自分、その信仰まで自分を守ろうとするのなら、できない。できない。だから、早めに、一日も早く、私が何もない。ひざまずいて、主よ、お願いします。私のすべてを取ってください。私の中に、あなたの霊を送りください。